ハロー、こんにちは。クマパン園芸ナビゲーターコビです。今日の動画にはクマパン王子は登場しません。ちょっと寂しいですか？今年はホヤセブンスターの調子もよく、次から次へとお花を咲かせてくれました。枝が伸び、葉も混み合ってしまっているので剪定して、その枝で刺し穂を作って増やしてみようと思います。枝が混み合っていると風通しも悪くなり、貝殻虫が発生してしまうこともあります。今年開花した枝に来年も開花するので、開花が終わった枝を選んでカットしました。あまり剪定してしまうと来年の開花が難しくなってしまう場合もあります。枝を2、3節カットして、下葉を外しておきます。カットした枝先から白い樹液が出てくるので、水でさっと流しておきます。その後メデデールなど活力剤を入れた花瓶に刺し穂を刺しておきます。白い樹液がテーブルについてしまい、そのままにしておくと取れにくくなってしまうので、作業が終わったらささっと拭き取っておきましょう。過湿を嫌うホヤですが、成長期、開花期はすぐに鉢が乾いてしまいます。開花中にあんまり乾燥させすぎるとお花も落ちてしまうので、様子を見ながら適度に水やりをしています。ただし冬はかなり乾燥させて育てています。今回は水苔を使って刺し穂を発根させます。一晩お水を吸わせた刺し穂に水苔を巻いて容器に入れていきます。隙間が開かないようにキュキュッと水苔を詰めていきます。こんな感じで完成です。ラックにかけて半日陰の場所に置き、ディスプレイを楽しみながら発根を待とうと思います。ホヤの育て方の詳しい動画は以前にアップしてありますので、下の説明欄にリンクを載せておきます。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねを押してお知らせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。では次の動画でも皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。またねー。